久しぶり、中村です。今日は今ね、六本木に来てるんですよ僕。はい、今日のこの企画なんですけど、何すんの？レペゼンさんとやったゴシゴシダンスすごくバズったじゃないですか。あ、これね、はい、これ、はい、六本木来て、ジューシー久しぶりって真似してくる人何人いるのかみたいな。あ、いいね。どうなんだろうね、はい、中村そんぐらい知られたかな、そろそろ。で試してみ、一回検証する必要あるのそれね。はい、六本木プラプラしてどんだけ声かけられるかってちょっと。あ、じゃあちょっとやってみようか実際、はい、じゃあ早速行く、行きましょう。うん、ちょっと行ってみようよ、はい、じゃあ行こう行こう。人気が多い方がいいよね。そうですね。いや、今んとこ久しぶりってないですけど、多分みんな怖いんだよ多分さ。いや、怖いっすよ。そうなんだよ言いたいけど、はい、言ったら怒られるんじゃないかって多分思うんだよ。どうっすよね。だからこうするか、逆に俺がやっちゃう、気づいてるなって分かったら、はい、久しぶりとかってやってあげたら帰ってくれますかね。それで帰ってこなかったら寒いけどさ、はい、それも中村らしくていいよね。でもなんかいいですね、いいですね。まあ、そういうのやってみようか。どうせだからいいよ、さっそく久しぶりドラえもん行きますか。ドラえもん久しぶり。ドラえもん、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 ドラえもんいるわ。ドラえもん久しぶり。ドラえもんいるわ。ドラえもん久しぶり。ドラえもん久しぶり。中村もドラえもんにも人気だから、俺ぐらいの本物だからさ、ドラえもんに親しまれちゃって、なんかゴーカートみたいになるよ。あ、ゴーカート。あれ乗れるのかな。中村さんあれ乗っちゃったらちょっと、ちょっとまずいかもしれない。そうだ。あと六本木ってところはさ、なんか中村ファンじゃなさそうなジャンルじゃない？ここ。そうなんですよね。ね、ちょっと品があるからさ、はい、中村久しぶりってならないから。ほら、やってるよ。あ、そうそう、家族やってる。久しぶり。ほら、分かってるよ。中村久しぶり。やってますね。よく知ってるよね。中村久しぶりやってましたね。まだ子供がまだ、もう一回やるか。久しぶり。ダメだ。子供に愛されてる。いいですね。最近コメントでさ、うちの子が5歳なんだけど、はい、家でその喧嘩バトルロワイヤルの YouTube を見て、5歳の男の子が中村中村中村ってずっと応援してんだって、はい、それ聞いてさ涙出たよこれ、うん、親子で応援してくれてんだって中村を頑張ってって。いや、感動的ですね。そうなんだ。そのコメントは一番嬉しかったかな今までで。そうなんだよ、みんな気づいてる。気づいてるけど、過ぎてから怖がりながら振り返るんだよ。なんか怖えんだろうな、まだな。こんなハートフルでも。いや、六本木ちょっと上品すぎて。あ、もうあっちほら若い子たち見てるよ、もう。本当ですか？行ってあげようか。どうですか？見てます、見てます。あ、見てるよ、まあ、どうですか、どうですか？あの3人組の中、看板の向こうに3人ぐらいマスクつけた男3人組で。あ、見てますか？あ、もう喜んじゃって、もう立ち上がってみて。本当ですか？怖がっちゃってるな。怖いから、通過して振り向くと、はい、振り向いてるよ。ジューシー久しぶりって言ってくれるといいんですけどね。あ、でもチラチラ見てますよ。ユーサーやチラチラ見てますよ。写真撮ってんじゃないですか。チラチラ見てますよ。じゃあ俺やっちゃおうか、はい、通り過ぎながら。通り過ぎながらやっちゃいます。はい、あ、もう久しぶり久しぶりダメじゃないですよね今のカットやんねんのか。こんにちはって怖いんだよ怖いからやんねんやっぱダメですね、六本木は。撮られてるからさ、余計怖いんじゃないか。本当は分かってても、怖くて言わないっていうね。全然検証になってねえよまずいっすね。全然検証になってませんね。検証にならねえじゃねえか。渋谷とか行けばまだ行けそうっすけどね。そうなんだよ。チク？ちょっと行ってみますか。もう一回、同じ道行ったり来たりすることになって、なんか恥ずかしいけど。六本木はちょっと難しいね。ノリが悪いですね。そうだね。ちょっとこれで久しぶりでちょっと厳しいな、はい。渋谷とかだったらなんか面白そうだね。ですよね。なんかビガローとかいそうだもんね。ビガロー、ビガローとかいそうだ。この辺からあれだね。はい。人通りが出始めた。人通り多くなってきましたね。そうだね。いよいよ久しぶり見れるもんね。ただ、さっきからチラチラ見られるんですけど、なかなか純子久しぶりとはならないですね。通り過ぎてからのじっくり見る。はい。リアルは切れるんじゃないかなみたいな。そういうのもいいんだよな。おまわりさんが久しぶりやってくれる場合もあるよねやってくれますかね。おまわりさんいますけどね。おまわりさんあるよ、ワンチャンあるよ、はい、おまわりさん。あれ久しぶり知ってるじゃないですかおおおおおお、ちょっと久しぶり軽く話す、話します。話してみる、はい、分かる。ブレイキングダンス。はい、分かってるって。はじめまして。はじめまして。そう、久しぶりって分かるかなっていうのを、ね、撮ってたんですけど、分かるかな。あ、そう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 、分かっててくれてありがとう。高校生やらないです。あ、大学生なんだ。はい、引き続きまた次も出るよって。頑張ってください。よろしくお願いします。あ、いいよいいよ。じゃあ、あんたでもいいよ、ポーズ。はい、はい、チーズ。ありがとうございました。そう、知っててくれてよかった。また引き続きよろしくね。よろしくお願いします。どうもありがとう。ありがとう。
おお久しぶり。久しぶりしないと。ジジ久しぶり。ああ。じゃあしてあげてもらって。やばいですね、やばいですね。聞かれないようにね。本物ですか？本物だよ。本物だよ。はい。チーズ、オッケーです。はい、マジでかっこいい。これからもまた引き続きやるんでお願いします。よろしくお願いします。ありがとう。いや、すごいっすね。ほら、男の子メインだよね。すごいっすね。中村やればできるかもね、もしかしたら。すごいっすね。そうなんだよ。結構来ますね。結構来るけどさ、もう暑いよ。もう暑いっすね。渋谷があっち方面なんですよね。あの、お巡りさんとか白バイが気になっちゃった。多いっすもんね。トロトロしちゃった。ちょっとじゃあ、行ってますか。もうなんかもうやっぱ、チラチラ見てる人がもういますね。あ3組目。あ、いいですか。すごい。久しぶりってやってくれたらいいんです。あ、了解です。久しぶり。顔出しますね。はい、あ、見てくれた。めちゃくちゃ良かった。ありがとうございます。な、何を見てくれたの？オーディションも見ましたし、喧嘩バトルロワイヤルも見てくれた。なんか、あの、普通に試合戦ってる方が。あ、そう、バトルロワイヤル。はい、チーズ。はい、どうもありがとうございました。頑張ってください。こちらこそありがとうございました。どうもすみません、暑い中ありがとうございます。僕も暑いです。すごいですね。結構サクッと4組目。このエリアでも結構来る。見てる人いっぱいいるから多分来るよ。見てる人います。行ってみる。チラチラしてますか。見てる人いるんだ。行ってみる。行ってみますか。いや、もうちょっと頑張ろうか。はい、暑いから。あら、もうチラチラあの人はっていう目で見てますね。すごいですね。もう有名になった実感がやっぱ。いや、有名じゃないですよ、これ。まだまだ。そうなんです。有名とかじゃダメなんですよ。はい、本物かどうかは見てほしい。本物かどうかですね。久しぶり。お、やる？撮る？あ、いいよいいよ。外国人からも知らない？見たことある。あるでしょ。そうそうそう、見たことある。格闘技の。そう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 、久しぶりってできる。あ、ありがとうありがとう、嬉しいね。いいですね。どこの国の方たち？スペクスタイロン。あ、スペクスタイロン。お、なるほど。知ってる。学生。ああ、ジュンシー久しぶりっていただいていいですか？ジュンシー久しぶり。ありがとう。はい、すごいっすね。ウズベキスタンだよ。どこ行っても久しぶりって。ウズベキスタンの中村に今度ウズ中村ってやる。ウズ中村。そうそう、ウズ中村で。何ですか？見ました。わかります。もちろんです。久しぶりです。いやいやいや、渋い。久しぶりで。いや、全然久しぶりじゃない。よだれ出ちゃって。名古屋から来たんです。あ、そうなんだ。光栄です。いやいや、こちら写真撮りたいです。あ、撮ろう撮る。いいよ。カメラマンにお願いしてくれれば。はい、一緒に。かっこいい。いやいやいや、何で知ったんですか？いやいや、もちろんブレイキングダウン。いい質問したね。あ、そうそう、いい質問する。ジューシーだと思う。いい質問するね、ポーズで撮ろうか。あ、いいですか。はい、行きます。チーズ。あれです。はい、どうも。見て確認して。あれです。またよろしくです。お願いします。はい、どうも。犬も歩けば棒に当たる状態です。結構人気だね。本当ですね。すごいな。中村。いや、ちょっと思ったより声かかるなって。ああね、はい、結構かかるね。所詮こんなさ、中村がさ、六本木様のところ歩いたところでさ、はい、みんな知らねえだろうなって思ってたけど、まあそもそも色が目立つんだよな、これは。色で目立ってんのかもしれないな。嬉しいですよ。いや、本当ですね。有名かどうかのどっちもよくて、なんか伝わってるものがあるんだなってのを感じたから、はい、そこが大事なんだよ。なんかそれによって元気がもらえたなとか、はい、なんか今の人は名古屋から僕来てて、来てよかったって矢の一言だよね。いや、嬉しいですよね。そう、名古屋から来て別の用事で来てんだけど、はい、会えてよかったって矢の一言があれば中村走るよ。やばいやばい。そうそうそう、そうなんだよ。そういうことなんだよ。知ってる？わかる？わかんないんだ。ダメだよ、わかんない。わかんない、ね。やたら二度振りするからさ。わかんない人いるんですね。そうなんだ。女性は、わかんないんだよ。あんまり格闘技ってその、そうそう。女性は見ないですから、ね。そうなんだよ。彼氏が見てるから見たとか、はい、旦那が見ててたまたま見たとか、はい、そういうのが多いから、なんか、格闘技私大好きでっていう女性なかなか、いないですよね。難しいと思う。で、ほら、見るとほら、お上品なさ、ワンピースの女性ばかりだよ。それはさ、中村知るわけないよね。そんなさ、どこそこの馬の骨だかわかんない中村を。逆にこのスルーしてくれる感じが安心するし、ホッとするよね、だから。男にモテてる感じがすごいね、なんかね。嬉しいよ、だから。本当ですね。まあ、それにしてもさ、暑いよ。暑いっすね。そのスーツめちゃくちゃ暑くないですか？そうなんだ。この時期、まだ8月に着る服じゃねえんだよ。本当ですよね。早く中村はもう冬バージョンを迎えたくて。冬バージョン。そう、冬を待ってるっていう状況なんだね。はい、ちょっと、これは、いきます？ダメですね。ああいう軍団ね、みんなそう。みんな来るんですか？学生軍団はやばい。学生に人気なんだろうね、大学生とか、あ、高校生とか。ツイッターもだいぶ若い子に今、フォローされてますもんね。そうなんだ。メッセージもそうなんだ。人気相談みたいなの来るんだ。こっちから取ってくれ。いや、大丈夫です。いいっすか？はい。これだけ取ってくればいい。はい。はい。
ありがとうございます。それでいいんだ。はい、ありがとうございます。また引き続きお願いします。強いっすね。引き続き応援してください、はい、また出るんで。あ、久しぶり。はい、このお店の方ですか。あ、そうです、このお店です。あ、久しぶり。久しぶり。あんたでもいいよ。ぜひお店来てください。あ、そうだね、ちょっと今撮影してるんで、はい、ここは何屋さんなんですか。発音屋さんです。発音屋さん。おー、すごいっすよ。おー、すごいな。ここ、覚えとくんで。ぜひぜひ。わら焼き。わら焼き、わら焼きか。すごいですね。すごいな。ええー、中村っぽいな。メラメラ燃えちゃってます。中村っぽいね。メラメラ燃えちゃってます。また。はい、どうも。ありがとうございます。ちょっと旅番組っぽくなってきましたね。旅番組になって、行かなきゃいけなくなっちゃった。PR するから食べさせてくれなんて。そうそうそう。そうだよね。そういうのもあるよね。そういうのもでも何人か行ってよかったね。いや本当ですね。本当にいなかったら悲しかった。いやさすがに。あんだけバズればやっぱ声はかけられますね。俺の地元だけの話かなと思った。頑張ってる姿をさ、こういう姿を皆さんにさ、見ていただいてさ、はい、涼しいとこだけでやるのが中村じゃないですか。いや本当ですね。いかに汗びっちょで、どんべんから血が滲むような声もまだまだくしゃがれてるけど、そこでやるのが中村なんですよ。あ、そうだ。ん？へい、久しぶり。撮る？ありがとう。いや、やっぱすごいですね。みんなやっぱ見てますよ。やっぱ男に見てる、ね、男に見てる。男半端ないね。確かに比率9割、9分9厘ぐらい男性だもんね。そうっす ね、 ね、結構多いよね。結構若い子から結構支持されてるイメージありますよね。そうそう、メッセージもコメントとかそういうのめっちゃ多いですよ。ですよね。中学生の人生相談で俺何人乗ったか。でも嬉しいっすよ。なんか自分もホッとするというか、女性とかだとやっぱドキドキしちゃう、あんまり女性にあれされちゃうと。だからなんか心地いいっすよ。自分が歩んできた道を伝えるだけだから、男としてね。いや、そうですね。そう、だからある意味すごく心の中が安心するし、何でも聞いてほしいなって思いますよ。だから今ね、やれることやって、バン中村らしくね、久しぶりじゃないのもやってもいいのかな。久しぶりだけがいい。こうやって指加えるだけであんたでもいいよって分かんない。そっちもある。そこまで分かってたらもうだいぶコアなファンですよね。そうそうそう。頭下げて分かってくれてるね。頭分かってくれてる。久しぶり。見ていて、もう一回やって。久しぶり。ありがとうございます。ありがとうございます。と応援してくれてるって、かっこいい髪型だったね。中村もアフロみたいなのやってもいいかもね、次。アフロしちゃうんですか。アフロちょっとおかしいか。いや、いいんじゃないですか。あのパパイヤ鈴木だからちゃいますけど、そうそう、大丈夫ですか。これあるね。パパイヤ中村になっちゃうんですけど。ちょっとあるんですよ。パパ中村って言われちゃう。パパ中村。でも男性はね、結構気づいてくれる人が多いですね。多いなって面白い。はい、思いましたよ。女性はさ、いいんですよ、この調子で。たまに見かけてくだされば、ね、一番最初なんて男の子を一生懸命振ってくれてた。あ、そうなんですか。お父さんも振ってたけど、子供も。いや、みんな見てですね。子供とさ、やって一緒にさ、見てくれるなんて嬉しいよ。こんな人見ちゃダメなんてさ、言われる方が、はい、あれじゃん。本当ですよね。なんか切ないですよね。切ないじゃん、はい、ちょっと映ってもらっちゃっていい。はい、やばいっす。今もう撮り始めてる、はい、あ、マジっすか。でカメラ起動してください。渡してあげてくれよ。はい、中村さんのファンですか。あ、マジめっちゃファンっす。今もう本当に今めっちゃ暑いっす。作業のね、現場の方でしょ。そうです。仕事できてた。仕事帰りっていうか。いいじゃないですか。こういうどんべんから血のにじむ思いしてる方たちがこうやって僕のことね、応援してくださるって僕は一番ありがたいっす。いや、本当ですね。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あんたでもいいよ。はい、行きます。はい、写真撮るよ。チーズ。いや、ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。またこちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。どうも。どうも。すごいっすね、マジ。帰れないですね。帰れない。帰り道も怪しいね。ありがとうございます。いやー、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。うん。実際こうやって10分15分ぐらい、20分いったかな、六本木を歩かしてもらって、はい。バン中村がどんぐらいね、知っててくださってるかっていうのをちょっと見させてもらったんだけど、やっぱ本当に、まあ、男性がほとんどだったんだけどさ、やっぱ嬉しかったっすよ。で、さっきも言ったけど、有名かどうかじゃなくてね、やっぱその中村、何か発信してるもので元気をもらえてくれたりとか、なんかまた明日も頑張ろうっていうのがすごく言ってくれてたし、そこがねやっぱバン中村としての妙利に尽きるから、だからこれも含めてまた違う土地でもやることもあるかもしれないですけど、なんか今後、うん、あれですよね、この旅企画やっていくのに、うん、どんどんこんな感じで。そうだね、やっぱ人生相談みたいなのも本当に多く来てて、はい、中村並みなりの切り口で考え方とかそういうのを伝えていきたいって思ってるんで、どんな感じになるかはもちろんやってみての交互期待なんだけど、まあ楽しみにしててくださいよ。本物の男が切る人生お悩み相談所、そんな感じかな。GoTo 中村、うん、なんか視聴者さんに行ってほしいところ、なんかリクエストとか結構来てるね。大阪の方、はい、関西系とか、あとは北海道ももちろん何件か回ってるし、あとは東北だよね。この間も上げた動画でもあるけど、東北系のもちろん岩手に来てほしいとか、震災にあった
福島の方もそうだし、あと秋田なんて言葉もいただいてるし、そうするとやっぱ本当に47都道府県特に分け隔てることなく、やっぱりどんな形であればちょっと顔を出すべきなのかなって思ってるんで、中村のこの体が今動くうちなんで、それはぜひやっていきたいなと思ってます。はい、じゃあ今日はこんなとこで。そうですね、今日はねちょっと疲れたから。疲れましたよね。そうなんだよ中村、いろいろあれやこれでそれしてさ撮ったりしてるからさ、ちょっと今日はここまでにしとくけど、ありがとうございました。皆さんもありがとう。 GoTo 中村あなたのところへっていうね番組が始まるんで、これからもぜひお楽しみください。それではじゃあね。